あとは、ちょっと待ってくださいね。まあ、この全体の評定が3.8条よりも、英語と歴史の評定が4.2条だなとか、まあ、そういう、なんかこう、だから、早慶、上智、あともうちょっとで無理だったっぽい子を救い上げるようなやつとかは結構やってますね。で、まあ、どういうふうなものがあるかっていうところでちょっと見ていくと、比較芸術ですね。これも入学者課題が結構難しいっていうところで、なかなかっていうところですね。まあ、これもただ、こういう学科に行きたい子、まあ、要はその、なんて言うんだろう、大学入試で結構重要なのが、その受ける学科っていうのが、いわゆるそのガチ勢、本当にそのことをやりたい人が多い学科なのか、それともまあ別に、まあ、受けたいから受けるけどみたいな学科なのかって結構重要で、例えばこの芸術系とか、あと例えば、心理学科とか、あと例えば社会学科とか哲学科とか、そういうところって、なんかもともとそこにめちゃくちゃ行きたいっていうそのガチ勢の人は結構いるんですよ。で、そういうそのガチ勢に当たると結構きついなっていうところがあって、だからガチ勢があんまりいないところを中心的にやった方が、基本的にはこうベースとしてはいい結果につながるっていうことが、まあまあ多いかなと思うんですよね。で、そこの部分をどういうふうな形でやっていくかっていうのは、やっぱり話としてはこれからすごい大事になってくるのかなと思うので、ちょっとそのガチ勢の人が、いるところっていうのは、なるべく受験としてはできれば避けた方がいい。だから例えば、まあ、上智とか受ける人の場合だと、社会福祉学科ガチ勢ってあんまりいないんですよ。社会福祉めっちゃやりたいですってあんまりいないんで、社会福祉とか受けるとか、逆にその心理とか哲学とか芸術とか、ああいう系のところ外すとか、まあ、それはすごい大事ですね。入試受ける段階でどれぐらい勉強しなきゃいけないか、勉強量どれぐらいなのか、何見たら分かるのかって大体分かるから。そのガチ勢が大挙して押し寄せるようなところをあんまり選択肢には加えない方がいいです。まあ、逆に芸術とかにすごい詳しいとか、もう全然私たちに聞かなくても何でも書けますみたいなぐらいの人だったらやったらいいかなと思うんだけども、あとはまあガチ勢の人がもし毎日学習会使っていただくとしたら、どういうメリットがあるかなっていうところのお話をすると、まあ、いわゆるその文章を整理するっていうことに関しては結構できると思うので、まあ、やっぱりそこの部分をしっかりやっていただくっていうふうな、結構それに尽きるのかなとは思いますね。まあ、2000字のね、文章を結構しっかりまとめて書くのってまあ大変でしょうからっていうところです。